け。サイコさん、お弁当ここに置きますよ。それじゃあ俺は先に行くぞ。はい、私はまだ時間があるからちょっと台所を片付けてから行くわ。わかった、じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。あ、これはサイコの弁当だ。間違えて持ってきたんだ。ちょっと中身を見てやろう。あが、まさかお袋がわざと、そんなバカなことをするはずがない。あの仲のいいサイコとお袋が、するとお袋が弁当を作るとき、知らない間にガが弁当に飛び込んだか、蓋の裏についていたか。だがそうだとすると、お袋が気づかないでいるだろうか。まだ猛録していないお袋が、一体これは。私はあまりの衝撃に正しい判断をする方法すら忘れていた。分離し続ける心の中で、むしろこれが夢なのか現実なのか先を知りたいと思う。定着したただ一辺が我が知らず、私を駆り立てていた。私は取って返すと、急いで紗栄子の弁当を自分の弁当と取り替えた。紗栄子は何も知らずに職場に出かけた。私はその後をつけていた。やがて昼休みとなった。紗栄子は弁当の蓋を取り、別に驚いた顔もせず弁当をすっかり食べてしまった。1週間の出張だから家には帰れないが、電話だけは必ずするから決して外出はしないように。はい。あー、なんだか急に服が窮屈になってきたわ。留守の間にセールスマンがやってきた。奥さん、夜は寂しい思い知ってるんでしょ。僕が慰めてあげますよ。もしもし。あなた。いえ、別に何も変わったことはありませんわ。今すぐお帰りになるんですか？ええ、どうぞ。すぐに帰れるわけがない。でも。私がこしられたハムテレビに見知らぬ女が映った。何やら助けを求めているようだった。女が指さす空にぽっかり黒い穴が。その後、見知らぬ惑星の女だということが分かった。姿形、それに文明度も全て地球の人類とそっくり同じだった。そして次第に女の喋る言葉が分かるようになっていった。女のいる星に黒い穴が刻々近づいているというのだ。そしてその影響が現れ始めていた。私は女に強い愛情を感じるようになっていった。女もやはり同じだった。女はやっとのことで完成したロケットで男のところへやってくることになった。間一髪、黒い穴は星の表面を吸い取った。私は女が地球にやってくる日を待った。女から連絡があり、早く会いたいというメッセージとともに、黒い穴は太陽に向かっているという報告が入った。だが、太陽には勝てないと折り返し答えた。やがて、女のロケットが現れ、山の上に着いた。私は思わず駆け寄った。そして、ロケットのドアが開いて、